建国前のイシューブでハガナー情報局の有力者として頭角を表す。イスラエル総保安庁創設者で、イスラエル情報特務庁長,長官としても活躍。ダビド・ベングリオン首相の下で、安全保障担当という特別の地位に就いた。また、日本のメディアでは、イサー・ハレルと英語読みで表記されることが多い。1912年に、 イサル・ハルペリンとしてロシア帝国領ベラルーシのビチェプスクで生まれたが、資料紛失のために正確な生年月日は不明。祖父は、ロシア帝国の巣の製造利権を持ち工場を所有。父は有名な弁護士で、母親は結婚紹介所に勤務。幼少時に、家族は裕福だったが、ロシア革命が起こると、財産没収され、植えるまでになる。 1922年、家族と共に、ソビエト連邦を去り、革命後に独立した、ラトビアのダウガフピルスに移住。ここで小学校を卒業して、上級学校に進む。成長するにつれユダヤ人の民族主義に目覚めて、シオニズムの青年運動に加わる。16歳の時に学校を退学。そして、国際連盟イギリスイニントウチリオーパレスチナ。 移住準備のために、ハフシャラに参加。1929年パレスチナで、アラブ人暴動が起こるという人と共に移住を早める、ことを決意。未来17歳を18歳と偽って、移住許可を得て、1930年に、念願のアリアーを果たす。パレスチナへ着くとすぐに、器物運動に加わり、 ヘルツェリア近郊の創設間もないシェファイムという器物の建設に参加。果樹園で働く。ここで妻のリブカと出会い結婚。当時シェファイムのメンバーたちはヘルツェリアで農業訓練に参加したが、これはハガナーの勧誘場所で友人たちと共にメンバーとなる。この時に後のハガナー情報局局長イスラエル・アミールと出会う。 1935年に自分と妻の両親を呼び寄せるために借金するが、器物が炎上拒否。これが原因でシェファイムを出て、ヘルセリアへ移るが、しばらく梱包出荷場で働くハルエルラの生活は不安定であった。その後、果樹園の灌えホース修理の受け負いを始めて生活が安定。この時期に一人娘のミラが生まれる。 1939年、第二次世界大戦が勃発すると、イギリス国へ新鮮な野菜を供給する必要から生活は今までになく良くなった。その一方で、友人たちが英軍やパルマッハ部隊に参加し出すと、ハルエルは単に金儲けだけをしていて良いのかと感じた。ハルエルは、リガで、ハフシャラに参加するために、第八学年の時に、 周囲の反対をし切り卒業数ヶ月前に学校を辞めた。これが最終学歴になる。ヘブライ大学で東洋学を学び優秀と言われたエルサレム出身のイスラエル長方特務長創設者ルーベン・シロアフと対照的である。1942年イギリス軍に入隊するためにハガナーのヘルツェリア支部へ行き許可を願い出る。だが、異臭部では ロンメル将軍率いるドイツ軍がエジプトへ近づいて、緊張の日々であったために防衛を優先した、ハガナーは、ハルエルを、分隊長養成講習に送った。講習終了後は、植民地警察の一員として、特務活動につき、ドイツ人不審者などを追跡。その数ヶ月後、英軍軍服を受け取り沿岸警備隊の任務につくが、 海水浴と日光浴の気楽な日々であった。その時代の1944年初頭、英軍将校にからかわれた上に威嚇されたので、その将校を殴ってしまった。ハガナーの司令官たちは、何とか謝らそうとしたが、ハルエルは拒否。そのまま沿岸警備隊を辞めた。意外なことに、ハガナーの情報機関であるシャイのイスラエル・アミール、局長はその話が気に入り。 事件翌日に、ハルエルを呼び出し面談。ハガナー情報局での勤務を進めた。了承したハルエルは、テルアビブの社員本部ユダヤカで、ヨセフカリーブ課長の下で働き始める。そこで秘書として与えられた仕事は保管公文書の資料整理であった。それは、ユダヤカの管理下に置かれていた。だが、それまで、肉体労働に慣れたハルエルは、 シャイで勤務を始めたものの、オフィス勤めは未知の世界で、情報活動など理解できなかったばかりか興味持ったことすらなかった。さらに極度に無口なハルエルには適切な言葉を選んだり、考えを明確な文章にできないなど表現力に難があった。そのために、状況評価や収集情報のまとめ文書の作成に関して、同僚たちと圧力が生じて、彼らに、 相当な無能と見られた。泳ぎを知らぬ者がプールに投げ込まれたかの感じを持った、ハルエルに、同僚たちは、優越感を持ち接したが、当入は気に留めず少しずつ、資料ファイルを読むことにした。それで、担当のユダヤ人地下組織について、ファイルから学び始めたが、そこから見えてきた、徴用活動の世界に見せられ、週末以外に家に帰らなくなる。妻にすら、 勤務先は黙っていた。昼夜問わず、資料を読み進めるうちに、ハルエルには、ハガナー情報局が何をする必要があり、どんな手段を打つべきか、明確になった。同僚たちは、だんだんと、ハルエルの良犬的直感、あるいは光線に似た角ともいえる、集中力を感じ始めるが、そんな中で、ヨセフカリーブがハガナーのタブ書店室のために、勤務数ヶ月にして、 ユダヤ家の課長代行となる。ありがとうございます。